いやーこんなことが起こるとは。うん。うん、これでもさ私もう言っちゃうよ別に血がつながった家族じゃないんだからとは思ってるんだけど本人次第だったりすんの、うんまあ、血,な血がつながってる彼女の血がつながってる家族じゃないっていう言い方するんであれば別にまだ結婚してるわけじゃないからね、うん、ただ付き合ってただけだからね。 うん、えでも自由のことがめっちゃあるでしょいや,いやお姉ちゃんそりゃさそりゃお姉ちゃん,あ,んあなたはそんなもう修羅場超えすぎてるからだけど自分の好きだった人が急に逮捕されたらそりゃ正気じゃいられないんじゃない、うん、どうなんだろうね逮捕された瞬間好きじゃなくなったりしないのかなちょっとさ 確かにさお姉ちゃんあの前科持ちの人と2人ぐらいと付き合ってたけどさ、うん、そんなね軽いテンションじゃないと思うよ、うん、なんか裏切られた気持ちとかえ何か車を盗すんだのうーんなんか車上荒らしみたいな感じじゃない、あのー、いやいろいろらしいよ <laughs> それ突き詰めたらまあなるほどね万,万引きを。 8000何回万引きしてるみたいなのとあと車上荒らしあとスリ、うん、だってここをここ最近最強線で起きたスリ事件の6割はもう、うん、だから彼女さんだったんうんなんかねやきに金持ってるなと思ってたの私まあねうちら1回だけあったじゃんうん その時とかやっぱかたくなに私払いますよって言ってお財布の中にさ満札が何あの昔の芸人さんしかやらないって言われてる、うん、あの10万円単位で帯にしてるやつが4つぐらい入ってたもんね、うん、40万ぐらい持ってたわね,ね、うん、だから私パパクツとかやってるのかなと思ったらお小遣いで「はい現金」ってやってるのかなと思ってたんだけど、うん、やってないですって言ってたから。うん、でやってないですって言った時の目はまっすぐだと思もねすごいね。 うん、でなんか軽蔑してますぐらいのなんか雰囲気も出てたしあそうそういただきがどうとか、うん、あのパパ活がどうとか私マジ軽蔑してるんですっていう顔は本気だったもんね,なるほどね本人的には私は自力で稼いでるよっていうつもりだったんだまあそうでしょうねなるほどねえどうなの好きえど好きなのかなまだあの私が昨日電話した感じで言うならば、うん もう号泣よまだまだままあそうだよね。自分の好きな人だってなったらそうなんだえね。うん、えー、知らなかったんだ。え、お姉ちゃんさあの、前のさ、前科持ちの旦那がさ、再逮捕された時ってどんな気持ちなのは、うんうんうん、全然だよ、私。なんか、ああ、別に待てばいいんしょ。で、どんな感じってな、慣れっこだから。で、なんか、今から入院しますみたいな感覚、近いかもああなるほどね 私ほら、元彼がさ、今から入院するねとか結構あったけどさ、なんか感覚近くなってたかななんか、あ、入院またみたいな。え、な次どれぐらいみたいな。2週間、2週間か。それで手術込みみたいな。で、裁判あるみたいな感覚、私的には。近い近い。うん、でも実刑食らったら、まあ、実刑食らうだろうけど、こんだけ重ねてたら、うん、そんなん10年とか、要は、そしたら。 うちの弟ち,ゃんたちだ弟ちゃんだってさ、そんな年齢的にももう10年なんて待たないほうがいいでしょでもね、うん、今はね、あの昨日電話した感じだったらもう待つって言ってたわ。えー、好きだね。でもさ、そんな熱ってもう1年ぐらいで冷めるでしょだって私とほら友達が留学行った時点でもさ、私は絶対にとか言ってたけど、みんな別れてるから、無理、無理。うんまあ、そういうういもんんだよな、うん うーん、オッケー私はもう早めに次に行かせてあげたいまあねでも連日ニュースでもやってるじゃないうん。う目に入るのよねだからそれがもうクッってなっちゃってるからさで俺は待つ待つって言ってる時に違う方にクッと向けさすていのはねなかなか人間ってれ反発する生き物だからさうん。 じゃ逆に、ちょ待ちなって言ってあげるか。うん、うんうん、あいつの性格的にさ、待ってあげなよ。その人しかいないよって言ってたらさ、そんなこともないんじゃん、俺ちょっとさって言うんじゃないなるほどね。逆にさ、あのー。あいつの反発する性格を利用するわけだ。うん。もういいきなよ、別のところとか言わず、<う>待ちな、10年でも20年でも。いいじゃん、あんたが40になったときにまた出会ってもさって言ったらさ、 えそんな待たないよってなるんじゃないあの結局さうちのうちはうちの弟なんてもうあれじゃないその陰キャじゃない結局はうん、うん、ねがねもうお姉ちゃんがさもう久々にもう元ヤン出してガツって言っちゃってもいいけどねいいかあ,あいいよ胸ぐらつかんでさうん、うんうん、おめえの管理側面だろっつってねうんうん だから自分の好きな女の人守れねえのかよっ,つってね。うん。場合によっちゃお姉ちゃんのさ、肩のドラゴン見してさ、うん、ドラゴンタトゥー見してさ、うん、ビビらせてんのもまあ一つてっちゃってかもね。まあね、うん、やってやんよ、私ね。最終ね。うん、あいつが分かんない状態だったらそれもありなのかもしんない。 め変に面会行かせなないいい方がんいいんだよなんかねうんやっぱねここだけの話ねうんまあなんだっつったらねやっぱ相手のね女性がねなかなかのとこ上手何だしてんのそういうあるんだってそれがええー、これね私あれで見たあのナックルズで見た。 離れられらなないい女の特徴みたいなこと、うん、違う違う違う最近逮捕されたこの女っつってもう特集されてたからさあ,あそう「あの万引き8500」えーとな「あの最強戦する事件の6割」みたいなもう乗っててもうすごいんだってもうもう男をね翻弄するんだってうん能力あるんだ 常に男を翻弄してきたんだってさじゃあなおさら良くないよそんなの待たせててさ何があるか分かんないんですさああいうさなんか何キツネ目っぽい女の人あの今回のあいつのあの彼女みたいにキツネ目っぽい女の人ってモテるよね結構モテるよねわかるこれうーんちゃんと女受けもする顔だしねあの,子ねあの目がパッチリっていう感じじゃないあのキツネ目のあの感じって なんか好きな人は好きね、あれね。いいよ、何の話してんのよ。分かった、私ガツンと言うわ。で、忘れなさいっつって。忘れられないよっつったら、忘れられないよ聞かせて。泣かすだけ泣かして。で、ラスト1回入ってきなさいっつって。合わせに行って。そこで外で待っててさ。で、いいじゃんっつって。なんか、いいよ、私、じゃあ、知り合いのキャバクラ怒ってやるよ。 あ,あい,ないや、お姉ちゃんダメ,ダメダメ。っっお姉ちゃんっっダメよ。世の中の女いっぱい見なさいっ,つって。お姉ちゃんダメダメ。まず面会させに行かない方がいいでしょ。あの子の性格的に面会させに行ったらよりやっぱ好きだ。君を絶対待ってる。みたいになっちゃうよ。うん。面会なんて行かせずにさ、うん、もうガツン言ってさ。 でじゃあ、あのー、もう六本木のキャバクラ、お姉ちゃん知り合いのとこを連れてってさ、うん。で、あの、可愛い女の子たくさん見て、ね、そうそう世の中こんなにいろいろいるんだよって思わせりゃこっちが多いよ。一人の女を忘れるためには、百人の女を抱いたら忘れてるって、男なんてそういう生き物だっつって。な、何言ってんだよ、おい、姉ちゃん。え、つってたよ。何言ってんの、急に。気がないな。ね、うん、かったあかった。 まあそれでいきまましししょうかよろしくお願いします,お願いしますそれでも忘れらんないのが恋よねしかしあいつ趣味悪いな毎回レインボーボンドチャンネルのメンバーシップが始まりましたスタンプとかこの未公開コントとかあとそのふだしない投稿とかしたり盛りたくさんぜひ入って